リビア。リビア国、通称リビア、リービアは、は北アフリカに位置する共和制国家。東にエジプト、南東にスーダン、南にチャドとニジェール、西にアルジェリア、北西にチュニジアと国境を接し、北は地中海に面し、海を隔てて、急層四国のイタリアが存在する。首都はトリポリである。 アフリカ世界と地中海世界とアラブ世界の一員であり、アフリカ連合とアラブ連盟に加盟している。アラブマグレブ連合にも加盟しており、抗議のマグリブ諸国に含まれる。2011年の内戦時に結成されたリビア国民、評議会は国名を、リビア、リビアへの解消を宣言し、これを受けて、国際連合、UN は、同年9月の決議66、1にて、 代表権を、リビアアラブジャマーヒリア国、リビーンアラブジャマヒリアから、リビア、リビアへ移譲している。また、国際標準化機構、ISO でも名称が変更されている。2013年に、Q は、リビア国へ解消を決定しており、2017年12月22日に、国連のリビア代表部は、正式国名が、 リビア国へ変更していることを正式に国連へ通達した。しかしながら、イスラム協力機構、OIC や中央情報局、CIA、日本の外務省などでは、単に、リビア、リビアと呼ばれている。各言語の国名に共通する、リビアは、ギリシャ神話の登場人物リビエに由来し、古代ギリシアで、北アフリカの地中海沿岸地域、エジプトより、 西をまとめて、リビアと呼んでいたことに予知する。さらにこの後は、アフリカ大陸全体を指す場合もあったが、現在この意味では使用されていない。その後、現在のリビアの領域は、イフリキアと呼ばれ、北西部が、首都トリポリ、アラビア語名、タラーブルスの名をとって、トリポリタニア、タラーブルス、北東部が、バルカ、太古の時代からの故障、キュレナイカとも呼ばれた。 南文内陸部がフェツアーンなどの地域からなっており、16世紀にこの地を併合したオスマン帝国はこの地域全体を西タラブルス、州としていたが、1911年にイタリア王国がオスマン帝国からこの地を奪った際に米を復活させ、リビアとした。古代リビアはフェニキア人、カルタゴ、古代ローマ、東ローマ帝国の支配を受けた。7世紀に アラブ人のウマイヤ朝に征服され、イスラム教が広がった。その後16世紀にオスマン帝国に併合された。1711年に土着化したトリポリ総督のトルコ系軍人が自立し、カラマンリーアサが成立した。19世紀初頭にカラマンリーアサはアメリカ合衆国と第一次バーバリ戦争を繰り広げた。その後イギリスとフランスによるこの地への干渉が始まったため、 オスマン帝国はリビアを再征服し、1835年にカラマンリアサは滅亡した。20世紀初頭の井戸戦争により、1911年にはイタリア王国がリビアを植民地化した。植民地化後はイタリア人が入植したが、サヌーシー教団のオマールムフタールやベルベル人による激しい抵抗を繰り広げられ、1926年から イタリアのロドルフコ・グラツヤーニによる厳しい弾圧が行われたが、特にフェザー案での抵抗は激しく、リビアの完全閉廷は1932年にまでもつれ込んだ。第二次世界大戦中には連合国、イギリスと数軸国、イタリア、ナチスドイツの間で激戦が繰り広げられた北アフリカ戦線。イタリアの敗戦により、戦後は英仏の共同統治領とされた。 1949年の国際連合の決議により、1951年に、キレナイカ、トリポリタニア、フェッザーンの3州の連邦制による、リビア連合王国として独立した。キレナイカの主張であり、サルーシー教団の指導者だった、イドリース一世が国王に即位した。1963年に、連邦制は廃止され、リビア王国が成立した。 1969年9月1日、ナーセール主義者だった27歳のムアンマルアルイコール、カッザーフィー、カダフィラによるクーデターにより、イドリース一世は亡命して、カダフィを事実上の原種とする共和国が成立した。カダフィは、イスラーム主義や社会主義やナーセール主義やカダフィが表した、緑の書に基づく国家の建設を目指し、対外的には、ソビエト連邦に接近して、 援助を受けた。1970年代から1990年代まで数々のテロを支援、アメリカやイギリスなどの欧米諸国と敵対した。1985年の西ヨーロッパでの一連のテロ事件により経済制裁を受け、1986年にはアメリカ軍によって空爆、リビア爆撃されたが、その報復として1988年にパンナムキを爆破。 パンアメリカン航空103便爆破事件した。2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降は、アメリカと協調路線を取る一方、成果を出せない親アラブ外交から親アフリカ外交へとシフトし、アフリカ連合内で主導権を握ろうとしていた。カダフィ政権時代には、革命時に外国資本を抑えることによって確保した豊富な石油収入を国民に分配し、教育や医療など、 国民の生活水準はアフリカ屈指となった。2011年、カダフィが党を旗印にしたリビア国民評議会とカダフィ政権側の間で内戦が勃発した。一時期はカダフィ政権側が評議会側の拠点だったベンガ地震交寸前まで至ったが、NATO、北、大西洋条約機構などから軍事的な支援を受けた評議会軍が同年月日に 首都トリポリを制圧。10月20日にカダフィがスルトで殺害され、42年間続いた政権は崩壊した。2012年7月7日に60年ぶりに行われた国民全体会議選挙定数200で120議席が無所属に80議席が政党に配分された。国民勢力連合が39議席。 ムスリム同胞団系の構成建設等が17、議席、残りの議席は各中小政党が獲得した。国民評議会は同年8月8日に権限を全体国民会議に異常し解散した。以後、選挙によって選ばれた議員で構成された議会に承認された内閣が行政権を継承し、そしてこの議会が政権議会としてリビアの新憲法を制定し、 一年以内の正式、政府発足を目指して、統治機構を整えることとなる。9月11日、米領事館襲撃事件が発生し、J. クリストファー・スティーブンス大使はじめ関係者4人が死亡した。9月12日、リビア全体国民会議は、ムスタファー・アブー・シャグールを首相に指名したが、期限内に組閣を果たせず、首相不信任案を可決し解任した。 リビア国民評議会時代の暫定首相であるアブドンラヒームアルイコールキーブが引き続き暫定政権を率いた。10月14日、国民議会は元外交官のアリー・ゼーダー案を首相に選出した。内戦終了後、旧カラフィ政権を支持する緑のレジスタンスが活動を開始、ミスラタ刑務所を襲撃して145人の主営を殺害した。2014年、 各地でイスラム系武装勢力の構成が活発化し政府の支配権が弱まった。特に2014年6月25日に行われたリビア国民議会選挙英語版の結果で世俗派が圧勝して以降は結果を不服とするイスラム勢力が構成をかけることとなった。同年7月14日にはそれまで民兵が 掌悪していたトリポリ国際空港がイスラム勢力に奪取され、その後も空港周辺において双方がロケット砲を撃ち合う大がかりな戦闘が続いた。戦闘の結果、100人前後が死亡し400人以上の負傷者を出した。同月28日には市街地と空港を結ぶ道路の途中にある大型石油貯蔵施設が被災し、大規模な火災が発生した。 また7月31日には、ベンガジの特殊部隊本部が陥落した。一連の戦闘の結果、世俗派政府、議会は、首都トリポリにおける実行支配権を喪失し、東部の公安都市とトブルクに退去した。一方新たに首都を掌握したイスラム勢力は独自の政府、議会を設立し、これ以降国内に2つの政府、議会が並立し、正当性を争う事態となっている。 また、この政治の空白をついて過激派組織が勢力を拡大させている。2014年10月上旬には過激派組織アイスセルの旗をはためかせた20代近くの四輪、駆動車が同国東部の市街地を更新し、勢力を固示した。また2015年2月にはエジプトから出稼ぎに来ていたコプト教と21人を斬首する映像を公開した。 2015年現在、リビア国内は、トリポリを拠点とする、イスラム勢力系の新国民議会、英語版とトブルクを拠点とする世俗派のリビア、国民大議員、英語版による二つの政府、議会が存在し、それぞれから、元首、首相を選出している。国際社会からはトブルク政府が、正当性を認められているのに対し、トリポリ政府は、 トルコやカタールの支援を受けていると指摘されている。また、東部の切れない価値法は独自の自治政府、切れないカ暫定評議会により統治されており、中央政府の支配が行き届いていない。さらには、アイスセルやアルカイダ等のイスラーム過激派が勢力を伸長させたことから各地でが激化しており、事実上の無政府状態となっている。2015年12月になって、 双方の政治家が交渉を行い、リビア統一政権の樹立が目指されることとなり、新首相としてファイズ・サラージが指名されたものの、両方の議会で批准を得られず、政権発足は足踏み状態となった。2016年3月31日になって、新国民議会はサラージ率いるに権限を異常するとしたが、もう一方の国民大議員、トブルク政府は、 統一府を承認していない。2016年10月14日、率いる国民議会派、英語版がクーデター、英語版を起こしトリポリの国家評議会の建物を選挙した。2016年末時点で、リビアには以下の勢力が存在する。国連の指示を受けている統一政府の元首は、議長のファイズ・サラージであるが、トブルクを拠点とする。 国民大議員の支持を得られていない。閣僚として副首相、財務大臣、石油大臣、国防大臣などが置かれている。国連の指示を受けている統一政府の首相は議長のファイズ・サラージであるが、トブルクを拠点とする国民大議員の支持を得られていない。大議員の定数は200、トリポリタニア1 0にバルカ、キレナイカ60フェザーン38である。 大議員は首相及び内閣を承認する権限を有する。カダフィ政権では政党は存在しなかったが政権崩壊後に設立されるようになった。主要政党はマフムード・ジブリール元暫定首相が設立した国民勢力連合ムスリム同胞団系の構成建設等などがある。最高司法機関は最高裁判所で、その下に高等裁判所。 第一新裁判所が存在する。また、国の治安に関する事案を扱う特別裁判所として人民裁判所が置かれていたが、近年廃止された。なお、多くのイスラーム国家同様死刑制度があった。アメリカ合衆国と関係が強く、イスラエルとの関係も改善されつつある。また、シリアに、シリア国民評議会が設立された時に、いち早く承認し、 その後のシリア国民連合もシリアにおける唯一の合わせ的な政府として承認している。現在シリア政府とは国交を断交している。カダフィ政権時ではアフリカ有数に治安が安定している国として知られていたが2011年リビア内戦以降は各地から流入した武器などが大量に出回り急速に悪化した。 シ新リビア政府は回収しているが過激派組織などにも渡っており回収作業は難航している。二千十三年五月武装勢力が外務省などを包囲してカダフィ前政権交換がまだ政府内に止まっているとして追放と内閣の交代などを求めている。国民議会はカダフィ前政権交換などを追放させる法案を可決したが国防省が一時事を表明するなど国内は 不安定化している。また、カダフィ政権時と比べて、殺人事件発生率が約5倍になっており、治安対策が急務である。2015年には一部でアイスセルによる支配が強まり、過激派勢力が人質となっていたエジプトのコプト教と21人を殺害。エジプト軍が報復のためにリビアの拠点を空爆した。このように治安は急速に悪化しており、 内戦状態が継続している。シャービーヤと呼ばれる県の自治体が22県ある。2007年に32県から22県に再編された。その他にマハンラと呼ばれる自治体が468置かれている2014年現在。内は県とアフリカ大陸の北部に位置し、地中海に面している。国土の大部分がサハラ砂漠の一部であり、 面積の大半を砂漠が占める。サハラ砂漠のリビア部分を特にリビア砂漠と呼ぶ。砂漠には砂丘のみならず、岩石砂漠や歴砂漠も存在する。南部には山脈が走り、トリポリ南方にはナフサ山地が、ベンガジ東方にはアフダル山地が存在する。降水は北部の地中海沿岸にわずかにある。西のトリポリタニアから、 東のキレナイカにかけての地中海沿岸の屈曲した部分をスルト湾、シュドラ湾と呼ぶ。国土の七十パーセントは標高五百メートル以下だが、地中海を北から南に行くほど標高は高くなり、チャドとの国境付近は標高千メートルから二千メートルの高原となっている。欠片の気候区分によれば、地中海沿岸のわずかな部分は地中海性気候とステップ気候に属し、 気候は温暖である。しかし、沿岸部も乾燥しており、主要都市でも年間降水量は400ミリメートルを超えない。国土の大部分を占める砂漠地帯は砂漠気候であり、年間を通して乾燥している。サハラ砂漠から北に向かってギブリと呼ばれる熱風、シロッコが吹き出す。2010年の GDP は779億ドルであり、アフリカ第7位。 日本の岐阜県とほぼ同じ経済規模である。独立以前のリビアは農牧業を主産業とした農業国だったが、1955年から油田開発が進められ、1959年に産油国となった。王政時代はオクシデンタルペトロリウム社等の国際石油資本により資開発が進められたが、1969年の革命後に、 石油は国有化された。カダフィ政権が起こしたパンナムキ爆破事件により1992年から1999年まで国際連合の経済制裁が続き、リビア経済は疲弊した。その後は徐々に石油関連を筆頭とした外国資本が次々と流入した。油田は陸上シルテボンキレナイカに存在し、海上油田からも生産している。 石油の埋蔵量はアフリカ最大と言われている。輸出の大部分は石油で貿易黒字を維持するために輸出量は調節している。リビアは石油が豊富でありながらも人口が少ないために一人当たりの GDP はアフリカでは最上位レベルで12000ドルを超えており先進国クラスである。2010年のリビアの一人当たり GDP は12,062ドル。なお、 エジプトが2771ドル、スーダンが1642ドル、チャドが742ドル、ニジェールが383ドル、チュニジアが4160ドル、アルジェリアが4477ドルなどである。独立以前から、比較や繊維、絨毯、金属財工などの軽工業が行われていた。独立後、石油収入を基盤に重工業化が進められ、石油生成、 製鉄、セメント、アルミ精錬などを行う国営工場が建設されている。国土の1.2%が高地となっており、現在でも農業や牧畜に従事する国民も多い。地中海農業やオアシス農業が主な農法であり、1969年革命後の社会主義政権は農業の産業化に力を入れ、深層地下水を パイプラインで輸送して考えを進めているリビア内人口河川。トリポリやベンガジなど地中海沿岸の国内の主要都市を結び、チュニジア、エジプトの国境を越えて両国に続く高速道路が整備されている。地中海沿岸の都市から内陸部の都市を結ぶ道路も整備されている。2011年から続く紛争の影響で、 国内最大のトリポリ国際空港やベンガジベニナ空港などリビアのほとんどの空港が閉鎖されており空路での入国はトリポリにあるミティガ国際空港のイスタンルやカサブランカなど一部の路線のみとなっているリビアの航空会社としてリビア航空、旧リビアアラブ航空、ブラック航空、アフリキア航空がある鉄道は イタリア統治時代に建設されたものが一部の都市を結んでいたが、1965年までに全廃された。しかし、カダフィ政権時代に中国及びロシアの協力で全国を結ぶ鉄道網を建設する計画がち上がり、実際に一部の区間では建設が始まった。国民の大多数がアラブ人、もしくはアラブ人とベルベル人の根結である。少数民族として、 先住民のベルベル人や南部のスーダン系国人が存在する。遊牧生活を送るベドウィンやベルベル系のトゥアレグ人も存在する。かつてはユダヤ人も存在していたが、イスラエル建国や第三次中東戦争による反ユダヤ主義的機運の高まりで多くのユダヤ人が国外に脱出。最後まで止まっていたユダヤ人もカダフィ政権下で全員国外追放された。 移民としてアラブ諸国やサハライナンのアフリカ諸国からの出稼ぎ労働者が存在する。特にエジプトとチュニジア出身者が多い。パレスチナ人難民も存在する。多くの部族がいて部族の影響が強い。公用語はアラビア語である。西部ではアラビア語チュニジア方言の影響が強く、東部ではアラビア語エジプト方言の影響が強い。また、 イタリアの植民地であったことから一部ではイタリア語も通用する。なお、現在もイタリアからの植民者の子孫が2万人ほど居住している。宗教は国境のイスラームが約97%であり、大半がスンナ派であるが、イバード派も少数派として5から10%程度を占める。また、キリスト教も少数ながら存在し、コプト正教会が 人口の1%以上を占めるほか、移民によってもたらされたアングリカンチャーチやローマカトリックも存在する。シナゴーグも存在したが、現在は使われていないか、モスクに改装された。カダフィ政権時代は、6歳から15歳までの初等教育と前期中等教育が無償の義務教育期間となり、その後3年間の後期中等教育を経て、 高等教育への道が開けていた。義務教育に限らず、国公立の学校の学費は無償であったなど豊富な石油資源による福祉国家体制を築いていた。2003年の15歳以上の人口の識字率は82.6%である。主な高等教育機関としては、ガルユーニス大学、1955年やトリポリ大学、元アルファテフ大学、 1957年などが挙げられる。リビア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が5件存在する。詳細はリビアの世界遺産を参照。2011年のカダフィ政権崩壊により、1951年から1969年まで使用されていた王政時代の国旗が復活した。2011年まで使われていた。 旧国旗は緑一色であった。国賞は国民議会発足後も決まっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。